県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は169.2円と、3週連続で値上がりしました。来週は170円台となる見込みです。資源エネルギー庁によりますと、今月20日時点の県内のガソリンの平均小売価格は、レギュラーが169.2円、ハイオクが180円と、いずれも先週より3.2円高くなりました。 石油情報センターではアメリカや中国での需要の増加や EU のロシア産原油の金融措置による在庫不足から原油が値上がりしているためと分析しています来週も値上がりしレギュラーガソリンは3カ月半ぶりに170円台となる見込みです来週はアメリカの利上げによる景気の停滞で需要が落ち込み原油価格は下がる見込みですが小売価格へ反映されるには 2週間程度かかると見られています。